はい、どうもこんにちは。今回ですけども、大学女子駅伝名城拓殖大学シーズンイン結果まとめということで、まあ、いよいよですね、4月始まりまして、もうどんどんですね、記録会とか、グランプリレースも行われていっている、対抗戦も行われていっているという状況ですけども、今回はですね、大学女子駅伝の方のですね、まあ、名城と拓殖、この2つですね、に関して、まあ、シーズン初戦というか、トラックシーズンスタートのね、こう、結果をまとめていこうかなと、まあ、気になる選手に関してコメントもしていこうかなというところで、話していきます。まずですね、拓殖大学ですね、拓殖大学の方から話していこうと思うんですが、まあ、小野さんですよね、茨城の選手ですけれども、1500メートルで世田谷記録会ですね、4分30秒36というところで、まあ、自己記録はね、更新とはなってませんけれども、まあ、自己記録に迫るところで走ってきておりますね。まあ、今回拓殖大学ですね、まあ、SNS 拝見してるとね、ある程度練習の一環で出ていくっていうところではあるんですが、まあ、その中でもね、まあ、1年生、特にね、まあ、何回も話してますが、こう、シーズン始まるというか、環境がね、高校から大学に変わるっていうところで、いろいろね、大変なとこもあるんですけど、その中ね、まあ、自己記録に迫る走りを見せておりますし、まあ、3月末のところの日体大記録会では、まあ、3000メートルで自己記録をね、まあ、入学前ですけど出しているというところなので、かなり好調を維持しているのかなというふうに思いますよね。まあ、こう、なかなかシーズン初戦でですね、こう体調とか、まあもちろんいろいろあったり忙しいので、うまくいかない選手も多いんですけども、まあしっかりね、こうデビューしてきているっていうところでは素晴らしいなというふうに思いますよね。で、同じくですね、1年生で岩崎さんもですね、初戦は良かったんじゃないかなというところで、まあ日体大記録会の5000メートルではですね、16分32秒54ということで、まあ初5000メートルでですね、まあ初なので自己記録ですけども、16分半を出してきていると。まあ今高校生でもね、16分前半とか15分台とか結構出て、まあ、昔もね、その高校生でも15分台とか16分前半では出てくるんですけども、まあ、この時期のところで、まあ、大学に切り替わるタイミングでの16分半というのはね、まずまずいい形なんじゃないかなというふうに思います。3000メートルもですね、9分32というところなので、まあ、いい形でね、入ってきている。まあ、1年生2人がですね、いい形で入ってきているんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、特にですね、3月は本当に気温も安定しなかったり、まあ、花粉症とかもあったり、いろいろね、大変な、体調的に大変な時期ではあるんですけども、まずまずいい形なのかなというふうに思いますね。そして、古澤さんですね、ここから上級生続きますけど、古澤さん、近藤さん、上崎さん、片桐さんがですね、まあ、3000メートル、森さんもですね、3000メートルのところで入ってきているというところですね。まあ、ある程度ね、さっきの話した通り、練習の一環というところではあるので、まあ、次何か狙っていく大会、まあ、学生個人選手権とかもあったりしますしね、まあ、日本学生個人選手権、4月、ね、今まで6月、私が高校生の頃と大学生の頃6月行われてましたけども、最近はですね、4月に行われるというところで、そこに向けてっていうね、選手もいたりもすると思うんで、まあ、全員が全員学生個人出るわけじゃないですし、ある程度ね、また違う記録化もターゲットにしていくとは思うんですけれども、まあ、今回はですね、ある程度練習の一環というところですかね。まあ、10分フラット前後ですね。まあ、1キロで言うと3分20前後のところのペースなのかなということですね。はい。まあ、上崎さんに関してはですね、日体大記録会はね、10分00で走っているっていうところからの連チャンですし、まあ、近藤選手はね、学生ハーフマラソンでは20に入っているというところですね。まあ、ちょうどね、トラックでの切り替えの時期ということなので、これからやっぱ上がっていくっていうところかなと思いますね。で、5000メートルも登場しまして、まあ、梅木さん、山田さん、E さん、門脇さんということで、まあ、こちらはね、17分フラット前後のところで走ってきているという状況ですね。まあ、ポイントというか、気になったところで言うと、門脇さんがですね、学生ハーフではですね、まあ、80分で41位ということだったので、ちょっとね、まあ、門脇さん、長い距離ね、10キロとか駅伝でも走ってますし、まあ、ハーフマラソンのところで、もう少しね、上もっていう可能性もあったと思うんですけども、今回はというか学生ハーフで41位ということだったので、ちょっとここは気になるところではあったんですが、まあ、なんか大きく怪我をしたとかではなく、まあ、今回ね、走ってきてるというところで、そこはね、一つ安心なのかなというふうに思いますね。まあ、申しタイムはですね、やっぱ16分14とかね、やっぱ良かったり、今回ね、出ているメンバーの中でもね、いいということなので、まあ、なかなかね、こう、駅伝のところ、まあ、だいぶ先ではあるんですが、まあ、富士山から学生ハーフのところ、ちょっとね、門脇さんらしくないというか、まだまだ上を行けるような走りだと、思うので、ぜひトラックシーズンでもですね、記録狙っていって、
調子上げていってほしいなというふうに思いますよね。まあ、全体的にね、こう、自己記録が出るという選手は少ないんですけども、まだね、始まったばかりという状況ですね。まあ、男子の方とか見てると、なんかシード初戦から、なんかボコスか自己新出たりもしていますけど、まあ、これからね、じわじわ上がっていくっていう選手の方が、普通はそういう方が多いので、まあ、この間のですね、六大学対抗とかもボンボン自己記録出てましたけれども、まあ、いい形でね、まあ、シーズンにできている選手も多いんじゃないかなというところで、まあ、練習の一環、まあ、記録化に関しては改めてですけども、記録をね、狙っていくっていうところもそうですし、練習の一環とか、ペース層だったりとかっていうところでね、記録狙わないとか、まあ、練習積んだ上で調整せずに出るっていうところもあると思うので、それぞれ背景があったりとかね、バックグラウンド違うので一概には言えませんけれども、まあ、1年生に関してはね、いい形でインしているのかなというふうに思っております。では続いて名城大学の方を見ていこうと思いますね。名城もね、多く結構選手が走りまして、切り替えていきます。名城はですね、世田谷ではなく、金栗記念ですね、に登場しまして、グランプリシリーズですね。今ちょうどまだ金栗記念やってる途中なんですけれども、一旦ですね、SNS、Twitter で出場予定になっている選手はできたのかなと思いますので、その記録をまとめていこうかなというふうに思っております。まあ、最近はですね、男子だけではなく女子のね、大学駅伝とかも SNS とか盛んになってきていて、私たちはね、非常に見応えがあるというか、結構昔は男子の方がね、男子ばっかり、女子はあんまないっていう状況が多かったんですけれども、最近はね、まあ、拓殖大学も結構前からやったりもしますけども、いろんな大学がね、SNS 力を入れてきてってことなので、まあ、私もね、よく SNS で見るの好きなので、楽しい、いいかなっていうふうに思いますね。すいません。話が逸れてしまった、話が逸れてしまったんですけれども、まあ、続いてですね、名城を話していこうと思うんですが、名城に関してはですね、まあ、3月末、それこそね、SNS ではね、合宿やってたってことだったんで、今回金栗記念がですね、初戦というか、まあ、トラックシーズン本格始動ということですね。まあ、この間の学生ハーフではですね、もうトップ8以内にね、3人入ってくるっていうさすがの状況でしたね。特に原田さんに関してはですね、まあ、本当に駅伝、大学駅伝ね、富士山とか、森の都とか出てない選手が、まあ、学生ハーフで表彰台でユニバーシティゲームズ代表内定ということだったんで、やっぱさすが、そうなんだかなと。長い距離が強いってとこはね、やっぱ事前に分かってはいたんですけど、さすがかなと思いますし、まあ、谷本さん、増渕さんもさすがですよね。まあ、谷本さん本当にさすがというか、やっぱり、戦後も早いですし、3勝もできますよね、トップの方ですもんね。で、5000も15分台で、駅伝でもね、上り基調のね、コースも走れて、で、フラットでも走れる、で、ハーフも走るってことで、非常にこれ将来楽しみな選手かなというところですね。はい。ちょっとですね、あと、増渕キャプテンもですね、新キャプテンというか、今年度のキャプテンもですね、6位入っているという状況ですよね。で、1年生は結構多くね、入って、シーズンに入ってというか、初戦だったので、まず、薮谷さんがね、今回3000メートルではですね、学内トップというところですね、9分24秒85。まあ、3000メートル金栗はですね、結構、こう、まあ、気温というか風が強かった感じでですね、まあ、そこまで記録も伸びませんでしたし、まあ、レース展開としてもですね、まあ、実業団の外国籍の選手が一人ポーンと飛び出して、まあ、本当に9分ギリのハイペースで行って、でその次2位が山崎伊佐さんですよね。山崎さんもですね、結構飛ばして行ってということですね。本当9分1桁出るようなね、ペースで飛ばしていってまして、でそこまたさらに空いて3位集団っていう感じだったんですね。なので1位、2位は単独で抜けていて、で3位の集団っていう形で名城大学がたくさんいたと。いう状況でしたね。まあ、そこでですね、まあ、大阪薫英女学院から進学の薮谷さんがですね、まあ、今回トップというところですね。まあ、いい形。まあ、9分10秒の方が持ってたり、まあ、他の選手もね、持ちタイムがいいんでね、タイムだけ見てしまうとってとこあるんですが、先ほどの拓殖でも話した通り、まだね、シーズン初戦という状況なので、これからかなというところ。で、石松さんですね、が、まあ、学生ハーフは出てなかったんですけども、まあ、今年ですね、大学駅伝ですね、で、大活躍という選手でしたけれども、3000メートル9分27秒15ということでした。で、谷本さんは先ほど話した通りですね、9分29秒ということで、まあ、9分半切りは3人という形でしたね。まあ、記録はね、少し低調だったのかなというところではあるんですけども、まあまあ、ここからね、ここからというところです。で、ルーキーがですね、ずらっとデビューしてということで、岐阜の関さんですね、すいません。ネギさんだったりとか、村岡さんですよね。9分47秒65。まあ、田中さんは諫早高校出身、9分53秒50。そして、ルーテルの出身、平田さんということで、ずらっとね、並んでいます。まあ、タイム的にはね、まだまだ本当に自己記録から20秒とか、まあ、30秒とか遅いっていう感じもあるんですけれども、まあ、先ほど話した通り、1年生なのでね、本当に、
ここからどう化けていくかっていうところ。まあ去年はですね、アギラさんが1年生でいきなり1500、4分15秒だったので、ちょっとそのインパクトは強かったんですよね、4分15秒。まあ今回のアギラさん欠場ということで、残念ではあるんですけれども、あと米沢さんもですね、今回欠場ということだったので、そこはね、残念だったかなと思いますね。まあ怪我とかはね、どうなるんですかね、怪我してないことを祈るという感じです。そして力丸さんは、ね、1500の方に登場しましたね、仙台第一高校出身の選手ですけれども、まあ戦後がね、強い選手で4分22を持っている選手で、まあ本当にかなりトップのタイムを持っていながらね、全国インターハイはですね、ハイレベルな東北の壁にね、阻まれてしまいましたけれども、やっぱ力ある選手ということで、今後ね、まあ、1500、どうなんですかね、1500路線、なぎらさん的な路線で行くのか、長い距離に広げていくのかっていうところはね、ちょっと注目なのかなと。まあ、5000もタイムある程度持ってて走れる選手なので、ここは注目かなというところで、お伝えをしていきました。まだまだこの後ですね、金栗記念やっていまして、まあ女子の種目もですね、まだ1500メートルのグランプリ2組目だったりとか、まあ長い距離のね、1万とか5000とかもあったりして、まあ全員ね、大学生を話せてはないんですけれども、一旦ですね、名城大学と拓殖大学を話しておきました。まあ男子もね、この後始まりますし、いよいよ本当にね、トラックシーズン本格化というところなので、ね、まあグランプリとか選手権とかね、ボンボン開催していきますので、結果分かり次第またまとめて話していこうかなというふうに思っております。ではね、また次回でお会いしましょう。